皆さんこんにちは。今回は不思議なクリップボード15番目のやつやります。激ムズです。ワープはウェネトの南のワープから行きます。それでは直進してもらって。落下したら初見時は洗礼がいる方向ですね。洗礼が終わってる人は、炎キノコン3兄弟がいるルートへ。しばらくこの洗礼を追っかけます。この辺りで足場が崩れるので、降ります。ここまで来ると、洗礼無視してもいいです。洞窟の奥側へ進んでいきます。でかいサソリが見えたら、右端のルートを通ります。ここも分岐しますが、右端のルートです。ここも右に曲がります。落ちてからはここまでずっと右側の道ですね。降りたら左を向いてもらって。ミントがあるので、そこの近くを調べれば出てきます。かなり難所なので、まだの方を忘れなく。ご視聴ありがとうございました。さようなら。